はい、今からバットスイングを行いたいと思います。1年の練習の中でトレーニングも行いますが、体力がついたところで、バットスイングを数多く振らないことにはバットスイングが速くなりません。バットスイングが速くなれば当然速い打球が打てるということになっております。それではバットスイングをやってもらいます。はい、そしたら真ん中振ってください。はい、ストップ。今真ん中という指示で振りましたが、実際に振っているところは、真ん中より少し、内側インコース寄りのところを振っています。その辺のズレが、実際に生きた球を打った時に、バッティングのズレにつながっています。そういうことで、ストライクゾーンを9つに分けて、もう一人の子が道具を使いながら、軌道修正をしながら、バットスイングをしたいと思います。まずインコースの高めを、補助の子はセットしてください。はい、インコース高め、インコースの真ん中、インコースの低め、真ん中の高めっていうふうにアウトコースまで振ります。それをまず10回ずつ振っていきますが、補助の子の役割としてはその高さコースをきちっと芯が捉えとるかというところをしっかり見るようにして、ずれていたら、アドバイスをするというのが、補助者の役割になっています。はい、そしたらインコースの高め振ってください。